ようまいら、俺様だ。今日も太陽がボーボー持ちますね。はい、ここはね、山形駅前ですね。はい、今日はね、俺様ね、山形駅前をね、散策しようと思います。はい、はい、見てください、駅前ですね。そう、ビルディングがね、立ち並んでますね。まあ、仙台に比べるとね、ちょっとビルディングの数は少ないですね。はい、ね、今日もね、青空が広がっててね、太陽がボーボー持ってることがね、よーく実感できますね。はい、雲がね、ありますけどね、雲はね、ウィスパー色もしくはコマサイムですね。雲って言ってもね、あの、爬虫類のタランチュラとかのね、スパイダーではないですね。はい、はい、こっちのね、景色もね、なかなかね、エクセレントですね。そう、そこの信号がね、地盤屋のですね、地盤屋の信号の時はね、そのままね、入っちゃいけませんね。で、やっぱり雪国特有ですけどね、信号がね、縦向きですね。これはね、ウィスパー色もしくはコマサ色のね、雪が積もらないためのね、工夫ですね。はい、そこのね、消火栓が地盤屋のですね。はい、見てください、展示ブロックはおしっこ色ですね。はい、いろいろね、食べ物が食べられるね、店がね、入ってるビルですね。山形郷土料理って書いてあります。山形郷土料理の文字が地盤屋のですね。はい、下にね、降りてきました。ここはね、この駅前のね、大通りなんでしょう。車がね、地盤屋がね、もしここをね、飛び出したらね、引かれてしまいますね。はい、山形番屋っていう店がありますね。看板が地盤屋のです。はい、ね、番屋ってね、どういう意味かわかんないけどね、番屋のところはね、これを悩んでいる怖いですよね。はい、ここね、三井のリパークのね、駐車場の生産の進行です。はい、カラオケバルなるものがありますね。バルっていうのは立ち飲み居酒屋ですね。カラオケバルの文字が地盤屋のですね。で、後ろっていうか右側のね、カラオケジョイサウンドの看板もね、地盤屋ので、カラオケジョイサウンドのね、文字はウィスパー色もしくはコマサイのですね。はい、じゃあこっちがね、駅前のね、ロータリー、バス乗り場ですね。そう、バスはいいけどね、ブスになっちゃったらね、最悪ですよね。はい、ね。自動販売機があります。コカ・コーラの看板はね、昔から地盤屋色ですよね。もしね、コカ・コーラの看板がね、地盤屋色からね、ここのね、ポールみたいなおしっこ色に変わっちゃったらね、もうびっくりして目玉が飛び出てしまいますよね。はい、はい、ここのね、駅ビルはエスパルですね。エスパルっていうのは東北地方のね、駅のね、駅ビルに多いですよね。仙台とかね、郡山とかにもありますね。これエスパルのね、ロゴが地盤屋色ですね。はい、ここはね、自転車等放置禁止区域ですね。だからもし多分ここに、ね、自転車を放置してたらね、ボーボー行きになるんだと思います。だからね、その自転車のカゴに地盤屋の腹巻きを入れたらね、多分一緒にボーボーしてくれると思います。でもね、ここにね、あの、放置しちゃいけないですね。はい、はい、ここはね、アップルパークっていう名前のね、駐車場だそうですね。そう、アップルっていうのはね、日本語に変換するとリンゴですね。リンゴは一般的に地盤屋用なんですけど、ここのね、アップルパークのね、この文字はウィスパー色もしくはコマサ色なんだけど、看板のね、上のね、アップルパークのね、あの、下の背景がね、ジャイアン色ですね。はい、はい、ここにはね、なんかね、花が咲いてますね。こう紫色のね、なんかおばさんの濃い化粧みたいな色の花とね、おしっこ色の花が咲いてますね。こっちはね、もう残念ながら枯れちゃってますね。はい、はい、向こうはね、タバコ屋がありますね。メビウスっていうのはタバコの銘柄ですね。ジバニャンの腹巻きもね、一箇所切断すればね、メビウスの輪にすることができますね。まあ、お前らはね、あの、タバコとか吸うとね、体に良くないから吸わないようにしましょう。俺様も嫌いだから吸わないけどね。はい、で、地盤屋の信号だからね、待ちましょう。はい、見てください。このね、山形駅前郵便局のね、文字が地盤屋色ですね。はい、この、ね、下のあの、看板自体はね、ウィスパー色もしくはコマサ色ですね。はい、ここにはね、交番がありますね。交番の看板がね、地盤屋のですね。お前らもね、悪いことしてね、おまわりさんに逮捕されないように気をつけましょう。はい、ここのね、バスターミナルからね、京都や大阪に行けるみたいですね。ユニバーサルスタジオジャパンまで運行開始の文字がね、おしっこ色ですね。そう、ユニバーサルスタジオジャパンって言えばね、あの、かっちゃん TV を思い出しますよね。復活してほしいですよね。はい、はい、見てください。このね、駐輪禁止の文字がね、地盤屋のですね。そう、駐輪禁止ってね、四字熟語みたいな感じですよね。まあ、こういうのを四字熟語っていうかどうかわかんないけどね。でも漢字が4文字ありますよね。四様はペ様と言い換えられるからね。四文字はね、ペ文字とも言い換えられますね。はい。はい、見てください。山形市のね、プールの名前がね、Java っていうらしいですね。そう、プログラミング言語の名前みたいですけど、多分違いますね。で、いろんなところに行くってね、書いてあります。この文字がね、地盤屋色ですね。このボーバラって名前がね、なんか面白いですよね。ボーボーみたいですよね。はい、ベニちゃんバスっていうね、バスがあるみたいです。多分、あ、このバスですね。このバスがね、ベニちゃんバスだそうですね。東クルリンって書いてありますね。クルミンアロマさんみたいな名前ですね。はい、ベニ色っていうのはね、すなわち
紅色ですよね。紅色っていうのは地盤屋色ですよね。だからね、紅ちゃんバスはね、地盤屋色ちゃんバスとも言い換えられますね。で、このね、中心市街地のね、文字もね、地盤屋色でね、このね、三角コーンもね、地盤屋色で、こう、一部がね、ウィスパー色もしくはコマさん色になってますね。はい。で、この紅ちゃんバスだったらいいんですけどね、もしね、このベのね、濁点が半濁点になっちゃったらね、ちょっと下ネタみたいになって良くないですよね。はい、見てください。このね、山形ラーメンのね、旗が地盤屋色ですね。はい、じゃあね、今からね、反対側のね、出口に向かおうと思います。はい。はい、ここはね、山形駅のね、連絡通路ですね。はい、ね、そう、連絡通路でね、展示ブロックはね、ご進行用ですね。はい。で、こっちがね、線路ですね。なんかね、ちっちゃい電車が止まってますね。そう、線路はね、運行路ですね。で、そこのなんか駐車場かな、有料駐車場のね、生産機もね、おしっこ路ですね。はい、で、ここでね、宿泊しちゃいけないそうですね。はい、地盤屋のでそう書いてあります。このね、消火器もね、地盤屋のですね。はい、今年のね、4月1日にね、山形市が中核市にね、移行したらしいですね。でも4月1日だからね、エイプリルフールの嘘かもしれないですね。はい、で、ここはね、節電中らしいですね。おしっこ用の紙にね、そう書いてありますね。地盤屋のね、尻尾もね、2つもあってね、まああれ、電球だか LED だかわかんないけどね、ついてるから、ね、あれも無駄遣いだからね、地盤屋のね、尻尾もね、2つもいらないから、1本にね、して節電した方がいいですね。はい。はい、反対側のね、出口に来ました。あーね。はい、こっちはね、ホテルとかね、なんか昔ながらのね、なんか歴史がありそうな建造物がね、建ってますね。このね、建物はなんか結構高いですね。多分これ、多分だけどね、山形県内で一番高いビルディングなんじゃないかなと思います。雲はね、ウィスパー色もしくはコマさん色ですね。はい、で、ここにはね、だいたいどこの駅前にも何かしらあるんですけどね、謎のオブジェがありますね。はい、でね、あそこちょっと遠いですけどね、郵便ポストがあります。郵便ポストはね、地盤屋色ですね。はい、ここにはね、バスの臨時停留所がありますね。あの、停留所のね、丸い看板が地盤屋色で、中央部分だけね、ウィスパー色もしくはコマさん色になってますね。はい、このね、通行注意の看板はおしっこ色でね、周りがジャイアン色で、文字が地盤屋色ですね。はい、で、ここはね、このウィスパー色もしくはコマさん色のね、看板になんか色々書いてあるけどね、これはね、手書きの看板です。多分ね、経費を節約したんだと思います。で、これはなんだろうね、なんか地中線のなんかの装置だみたいですけど、これはね、運行色ですね。消火栓はね、地盤屋用です。はい、そこのね、建物はね、トイレ、公衆トイレですね。そう、トイレっていうのはね、何をするところかっていうとね、うんことかおしっこをするための設備ですね。はい、で、こっちはね、あの駅の建物でね、あの外壁がウィスパー色もしくはコマさん色なんですけど、なんかね、ちっちゃい電車がね、止まってますね。はい、はい、ということでね、今日はね、太陽ぼうぼう快晴の日の山形駅前でしたね。お前らもね、山形に来て地盤屋色やおしっこ色のさくらんぼを食べましょう。はい、それではさようなら。ボーボー。ブーボーブーボーボー。ブーボーブーボーボーボー。